年、ドリフトのシーズンが訪れましたよ。いやー、昨今の情勢から考えてまさかアプデが来るとは思いませんでしたね。台風並みの逆風にさらされてますもんね。まあ、そんな状況なわけですが、一応アプデが来たのでまた紹介していこうかなと思います。例によって追加車種のみのご紹介ですので足からず。追加車種は上記の4台、またなんというか、反応に困るラインナップです。とりあえず 2J か V8 乗せて後輪駆動にすれば滑る世の中ですからね、もう何が来ても驚かない状態。追加車種1台目は R31、通称セブンススカイラインです。前に歴代揃うといいですねとか言ってたら本当に来ちゃいました。一応競技ドリフトの実績はある車ですから、妥当な選出だと思いますし何より嬉しい。案の定と言いますか、D1 ライツなキットが2種類、個人的には一番最後の JSS 風エアロに心惹かれたり。キット総数は少ないながら、現代風にもレトロ風にもできるので色々な仕様を作れそうです。今一瞬映りましたが、各目のテールランプがあることに少し感動、実車にも存在した少しマニアックなテールランプだったはずです。確かですけど。まあとりあえず無難に組んでみますよね。最終的な仕様はまた後々考えるとしましょう。エアロ総数自体はそこまで多くないですが、細かいパーツは結構種類があるなという印象。最近気がついたのですが、こういった基礎エアロの数が少なく、細かいパーツで個性を出すタイプの車って派手なペイントを施しちゃうと個性とこだわりが隠れちゃうんですよね。1にペイント、2にエアロ、3に装飾品って感じで目が移っていきますからね。仕方ない部分だと思いますけど。まあ、そんなことが言えるだけの改造範囲を持つゲームだからこその悩みって感じですね。贅沢っちゃ贅沢だ。というわけでこんな感じに、この車に関しては後で作りたい仕様があるのでとりあえずこれでってところです。モチュールカラーに関してはバイナル職人の方に任せましょう。我々は絶対に作りません。全体的にクイックな割に足がふにゃふにゃです。これはセッティングを結構いじる必要がありそうですね。パワー面は全然問題なし、これで現行車を追いかけ回す光景とか非常に映えそうです。セブンススカイラインってその大きさが結構話題になったりするのですが、ここでは普通にシルビア並みのクイック挙動を見せています。この辺はセッティングでどうにかなるのかな。あまり詰めてプレイしていないので皆さん実際に乗って体験してください。続いては3代目のクラウンマジェスタ、100系3兄弟や71をすっ飛ばしてまさかの登場です。日本製セダンながらクラウンビクトリアを彷彿とさせるほどパッと見で大きさが伝わります。さすが高級セダン。正直どういじればいいんだよって感じの車です。何度か見かけた実車で改造してある乗ってみたことありませんよ。それでも色々とエアロキットが用意されていますね。なんというか、似合っているかと言われると少し悩ましいのですけど。これも一通り触った後にノーマルに戻そうかな。この車をベースにどんなドリシャが見られるのか、少し楽しみだったりします。そんな改造後の姿が想像できないマジェスタですが、パーツの種類、特にライトなど細かい部分は非常に充実しています。純正エアローベースに細かいパーツを変えておしゃれに作るのがいいのかなと思ったり、こうやって色々パーツを見ていっても完成形が見えてこない。せっかくのゆっくり実況なので極力無言時間はなくしたいのですが、正直これといった感想も思い浮かばないので黙ってます。マジェスタのパーツ一覧をどうぞ。そういえば地味にオートマでした。面白いのでそのままにしておきます。そしてこんな感じで完成しました。色すら変更していないあたり歩きのなさというか迷走したまま感が半端ないですね。見たまんまの挙動ですね。ホイールベースの長さの恩恵か非常に安定した走りです。そして振り返しが重いのも一緒。そして音が静かです。これも高級セダンの恩恵。と言っていいのか。4代目の C クラスクーペ。と思われる車、正直ベンツやら DM やらアウディの型式はさっぱりです。ドリフト実績があるのかも不明ですが。まあ前回の IA との例もありますし、タイヤ4つあれば収録対象になるんでしょう。正直マジェスタ以上に反応に困る車で。というか最近のベンツって随分と丸くて大きくなったんですね。
特にリアフェンダーの厚さのせいで大きく見えるんでしょうね。それを消せるようなエッジの効いたヤロがあればよかったんですけど。これも迷走しそうだ。正直この車のパーツ一覧を写す需要があるのか少し疑問なところです。だからって飛ばすような真似はしないんですけど。最近公開収録という名目で色々な車を見てきましたが、この手の車って一台も見かけませんでしたよね。かっこよく仕上げたというチューナーな方はぜひ公開収録に持ってきてくださいね。いつ開催するかわかりませんけど。というかめんどくさくて今後もうやらないんじゃないかってまでありますよね。編集するのすら疲れました。見た目は普通のクーペですが、その出力は驚異の1200馬力オーバー、エンジンの大きさに物を言わせてるんですかね。若干後ろが重いのか角度をつけると巻き込まれていくような感覚があります。その辺はセッティングが必要かもですね。最後は裏感です。しかもベースモデルじゃなく改良モデルのエボですよね。これきっと。ランボルギーニを追加するならムルシライゴの方がドリフト実績もあったりするんですが。まあそのうち来るのかなと思ってます。ああ、やっぱりスーパートロフェオのキットはなかったか。少し期待していただけに残念。ですが裏感に迫力を持たせることのできるキットは揃ってますから、結構いろんな方が触るんじゃないかなと予想。非常にどうでもいいことですが、ここを編集してるあたりで日が昇ってきました。疲労によりだんだん紹介が雑になってますがご了承ください。キットごとのパーツ差分は少なめですかね。一つ一つのパーツで結構印象変わりますけど、特にウィングとか。スーパートロフェオの他にもペルフォルマンテ仕様にもならないのは少し意外でしたね。まず第一に入れてくると思ったのに。というわけでハイストのライトニング号っぽく作ってみました。やっぱり細かい部分が異なるので印象が違って見えますね。先ほどのベンツと同じく1200馬力を超える出力を誇りますが、ノーセッティングでも驚くほど扱いやすいです。足はしっかり動いているのに柔らかすぎて流されるようなこともなく、私のようなライトユーザーには優しい一台ですね。今回のアプデ1で乗りやすかったです。というわけで本日は 2.14、追加車種の簡単なご紹介でした。Steam 版はすでに正式配信済み、プレステをはじめとしたコンシューマー版はちょっとわからないんですけど、すでにアップデートされてるんですかね？基地の情報ならまあそれでいいでしょってことでまた適当に作ってます。プレイも編集も事前確認も緩いのがこのシリーズ。とまあ今後も情勢を考慮しながら問題がなさそうであればまたレポートしていければなと思っています。次回があればよろしくお願いしますね。間違ったこと言ってたらさらっとスルーしてください。もう裏を取る元気ないです。というわけで我々は寝ます。お疲れ様でした。